トーナメント1回戦、早坂太郎、青いグローブ、パンチからミドルキック、そしてストレートは左、右を返すのがタイトです、赤いグローブ。さて中村さん、はい、名古屋勢対決がこの東京後楽園ホールでという実現になりましたね。そうですね、2人とも、名古屋在住で活躍している選手なんですけど、今回の早坂選手、ちょっと前回ね、正信選手に、KO 負けしてるんですけど、先にダウンも奪ってますし、はい、これこそこうポテンシャルはある選手なんで、それがこういったトーナメントという舞台で開花するとまた化けるんじゃないかなと思うんですけど、はい、なんか、 かなりこう練習の中でもこうもっと今までと違った、練習方法を取り入れたりとかしてるっていうのを聞いてたので、まあ、それはこうどう出るかですよね。ただここまでまだ1分ぐらいですけど、展開見ないでやっぱかなりこう戦い方がクラッシュしようというか、はい、こうリズムとかテンポ、プレッシャーのかけ方なんかが非常にこうこの戦いに合わせてきたなっていう感じがしますね。そうですか。これもミドルキックで小比類巻選手もガードの上からでもという攻撃、早坂はまず見せますね。早坂選手がプレッシャーかけてますね。ただプレッシャーかけてるんですけども、その常にリングの真ん中に立ってプレッシャーかけてるかって言ったらそうでもないんですよね。だから相手を逃がす回してるっていうところもあるんで、はあ、そうですか。それができれば、結構これはやばい選手になるんですよね。おお、そうですか。もう名古屋 JKF といえばこれ名門ジムの一つですが、もう中村さん、佐藤義弘さん、はい、それから石橋正幸さんと引退があって21歳の早坂がこれ背負っていく部分も大きいですよね。はい、そこはもう自分でも早坂選手にすごく自覚とか責任持ってるっていうのも、あると思いますし、佐藤さんがよくね、挨拶の時に愛知県愛知県のっていう言葉を使ってましたけどね、この会見でもね、それ使ったっていうのはこう、そういう、こう気持ちのね、現れだと思うんで、はい、それをあとはリングでね、結果で出してほしいですよね。そうですね。プレッシャー逆になりましたね。おお、タイトの方が、これ詰めてますね。巻き込むようなパンチがあります、早坂。ストレート体が一瞬ガクッと下がりましたが、早坂のパンチも当たっています。膝ですかね、その後、はい、お互いの攻撃強い、一発一発がありました。また間合いをこれ元に戻そうとする早坂、またプレッシャーで返してくるタイト。残り10秒を切っています。赤いグローブ、左のパンチがうなりを上げてさらにローキックへというタイトです。このと派手なヘアスタイルも一つトレードマーク。前回の昨年11月正信戦は先制ダウンを奪っているんですが、あの戦いで中村さん、もうかつての早坂はもういなくなったんだろうというコメント、ね、はい、これはノーダウンです。気持ちをまた強く持っての一戦です。青いグローブ早坂太郎、左のローからパンチへ、タイトがまた動いて、この蹴りはスウェーして早坂がかわします。さあ第2ラウンド中盤に入ってまいります。そうです、こういうところでもっとこう冷たいんですけどね、早坂選手、はい、ちょっとタイト選手にこう回られちゃってますよね。やはりまだそうですか。はい、ミドルキック一発一発、何かそのモーションは蹴りは佐藤義弘さんを思わせるような攻撃もあります早坂です。サウスポースタイルから左ミドル、ローキックからミドルキック、この回転系が得意です。タイトが小比類巻選手、これ自分のリズムに持ち込もうかなというところなんでしょうか。そうですね、しっかり狙っていこうと、狙ってますよね。はい、うん、狙いを定めて右ロー、かわしています。タイトです、よく見ています。この試合は本当にお互いにプレッシャーかけたりかけられたり、はい、うん、そんな本当に攻防です。面白いですね、見てて。そうですね、うん、またこれどこから動くのかなと、うん、さらに動きが、どこで訪れるのかなという、これ緊張感をだいぶはらんでいます。これはお互いに名古屋同士ですか。そうですね、はい、
名古屋 JK ファクトリーの青いグローブ早坂太郎、バックスピンキックはこれゲットオーバー、所属のタイトです。27歳、まあ、タイト選手はまずこうローを切り返してそこからっていう、はい、作り方というかところですよね。やっぱり蹴られっぱなしになるのが一番良くないと思うんで、左ミドル受けて、はい、65キロ級ではタイトルの挑戦がありました。タイトです、ノーマンとの一戦、もうあの試合の後、いややりたくないなんていうコメントもあったんですが、おお、ここは早坂が詰めてくるミドルキック、これ小桐巻選手腕に食らっていますが、タイト、これはどうなんですか。まあ、重さはあって痛いと思うんですけども、効くっていう感じではないですよね、はい、あ、そうですか、うん、ただこのねミドルでペースを崩されていく場合があるんで、はい、早坂は一つこれあるんですね、その攻撃を中心にというところです。ミドルが決まると自分の前が自分の前になりやすいんですよね、はあ、うん、そこからストレート決めていったりとか、はい、うん、そういう攻撃一つこれしっかり早坂太郎は持っています。それに対してでもタイトが、中村さん何かこれ狙っているような印象はありませんか、はい、まあ、でもやっぱり早坂選手はミドルを蹴るタイミングとか、はい、それがやっぱいいんで、なかなかこうもう一歩が出れないですよね、はい、タイト選手は。もうタイト選手リズム上げてもうガーン中に入って、はい、うん、そういうふうなちょっと暴れるような感じになればまた面白いんですけどね、はい、見せるか、うん、名古屋勢対決、さあやろうということでしょうか、お互いこういう早坂選手みたいな正統派なこうがっしり構える選手に対しては、はい、もうフェイクをもういろんなもうフェイント使ったりとか、はい、あんなの使いながらリズム変えていったりとか、うん、するとやりづらくなるんですよね。タイトはそれを持っているファイターですよね。そうですね、やれると思いますね、動かすしかありません、お互いそうですね。さあリング中央この位置からのタイト、さらに押し込んでいきたいところです。それからトリッキーな攻撃もあります。回転系も得意なタイト、パンチも強い、右のローキックから膝を小刻みに、そしてローキックからパンチにつなげていくのが早坂このラウンドです。おお、左当たった、タイトのパンチダウンを奪っています。グラッと来て、中村さん体勢を崩してその後続けましたね。そうですね、蹴りに合わせたんですかね、とにかく左フックのカウンターがあって、それで一気にまとめましたね。飛び膝飛び込んでくる、さらに左フックから右ストレート、タイトが一気に自分で局面を作ってきます、パンチ勝負か、そこに持ち込むか、早坂も必死、そこに右ストレート左、さらに顔面への攻撃集中します。タイトです、早坂選手、ね、またここでもう一回蹴ってね、一回距離取った方がいいと思うんですけどね、自分の攻撃そのリズムにまた戻すことができるか、早坂です。やっぱ打ち合うと太陽選手強いと思うんで、はい、またその経験値、こういう修羅場ですね、タイトの方が力を見せた、右、まだ残り半分近くあります。おー、クブロー、これは側頭部を捉えた、さらにボディ打ち、打ち分けがあってのタイト、早坂も必死に左から返す、左フック、タイトが、いやいや早坂が出てきます。早坂タイト選手止まりましたね。そうですね、タイトこれはダメージがあるか、攻め疲れなのか、残り1分を切っています。パンチが効いた、ただパンチ重いな、やっぱりタイト選手、腰のあたりから、さらに膝へ、重たい攻撃、蹴りから回転があって、さらに前に前に、タイトが出てくる、うん、早坂に左を当て込んで、ボディーが、腹を、腹部を、重たいパンチ効かせました。このラウンド2度目のダウンを奪っています。タイト、あと30秒あります、あと30秒、このラウンドの中でタイトがダウンを奪えば KO となります。顔面カットバーの早坂、体が黒字に曲がる、そこに膝、ここで終了。